関西クリーンサービスさんの YouTube 見させていただいてるゴミ屋敷ってなんかふわーってすごいあのイメージがあるんですけど、今日の物件はそんな感じでは、1階はまあごくごく一般的な普通のまあいわゆる実家っていう感じなんですけれども、ね、ちょっとお2階がね少し荒れている状況で、まあこちらでお住まいだったまあ、ご依頼者様のご親族のご家族の方がですね、障害をお持ちの方で、まあ、不動産業者さんも何社かお見積もりに来られたみたいですけれども、まあ、この残地物このままで買い取りますっていう業者さんはなかなかいなかったらしくて、ああ、精神障害。おはようございます。おはようございます。今日はどういったご予定ですか？本日はですね、こちらの物件を弊社で自社で買い取りさせていただいたんですけれども、はい、まあ、残地物がそのまま残っている状態ということです。ですので、まあ、これから、販売にかけるにあたりですね、中の残地物をすべてお片付けするという作業になります。ではちょっと入っていきます。まあ、本当にもう生活されていたそのままの状況ですね。家具もお洋服もそのままの状況です。もともとこちらのご依頼者様のご実家だったということで、まあ、ご依頼者様はもう今現在はご結婚されて、まあ、ご自身のご自宅をもう違った場所でお持ちになってて、まあ、ここがちょっともう今のご自宅とは少し遠方に離れているということから、まあ、管理ができないっていうことで、まあ、ご相談にお越しになられて、で、まあ、もうこの中のものもかなり量があるのでご自宅ごと手放したいということだったので、ね、もうこの状態でお買い取りさせていただきますということで弊社で受けたまわらせていただきました。関西クリーンサービスさんの YouTube 見させていただいてるゴミ屋敷ってなんかふわーってすごいあのイメージがあるんですけど、今日の物件はそんな感じでは、1階はまあごくごく一般的な普通のまあいわゆる実家っていう感じなんですけれども、ね、ちょっとお2階がね少し荒れている状況で、まあ、今からはい2階にちょっと階段が急なので、昔の古いお家なのに階段がすごい急なんですよ。お2階がね、ちょっと荒れている状況なんです。ガラスもやっぱ割れてしまって、まあ、かなりゴミも散乱している状況です。実を言うとですね、まあ、こちらでお住まいだった、まあ、ご依頼者様のご親族のご家族の方がですね、障害をお持ちの方 で、まあ、その障害をお持ちの方がですね、まあ、もう成人を超えられまして、動作とかがあのもう幼少期のままで、あの知能であったりとかそういうのが止まってしまって、体だけ、まあ、身体的に、まあ、大きく成長されて、まあ、お家の中をこう荒らしていく日々を過ごしたとのことです。まあ、空き家状態
そうですね、空き家状態はそうですね、まあ、数年間は空き家の状態だそうですけれどもね、まあ、不動産業者さんも何社かお見積もりに来られたみたいですけれども、まあ、この残地物このままで買い取りますっていう業者さんはなかなかいなかったらしくて、まあ、弊社独自の、まあ、そのサービスで、まあ、ワンストップで、まあ、全部行うということを弊社を選んでいただきました。障害を、まあ、お持ちの方は多分2階がメインの居住スペースで、下のお部屋見るとお風呂であったり、まあ、こちらの台所もかなり綺麗に整備されているので、お風呂とかもこう、ね、介護的な入浴のサービスを受けられていらっしゃったのかなという印象はあります。私自身がまあ、今40歳過ぎなんですけれども、10歳前後の子供がいてて、まあ、周りもそんな感じなんですね。みんな友達であったり知り合いもで、まあ、発達障害であったりとか、あとはまあ身体障害であったりとか、まあ、ちょっと心の病気をもともと患っていらっしゃる方であったりとか、まあ、そういうお子さんをお持ちの人って結構いるんですよ。まあ、今は大丈夫だけれども、まあ、将来がちょっと心配だとか、結構みんなね、すごい懸念されていますね。まあ、今回のこの物件にもちょっとね、ちょっと似通っている部分はあるんですけれども、実際自分自身がまだそれこそ30代、40代とかでしたら、お仕事もして、まあ、肉体的にも、ね、まだまだ体力ありますけれども、今から20年後とか、30年後とか、ってなると、まあ、お子さんが結構まあ30代40代になってきて、でまあ自分自身はもう高齢者になってしまって、じゃあどうやってこの子の面倒を誰が見るんだろうとかね、まあ、そういう不安な部分があるっていうのは僕の友人でも知人でもよく相談を受けてます。では作業の方終了しましたので、ご確認の方お願いいたします。わー、ほんまにすっきりしましたね。もう全部お家の家財道具なくなりました。たくさん物があったのでこんなにすっきりしてて驚いてます。わー、すごい、すっきりですね。
本当に精神的にも結構きつかったので本当に楽になりました。本当にありがとうございました。